ローサ・ケンコとゼニゼンマイケンは台湾の元女子バスケットボール選手で現在は指導者である。台湾の女子バスケットボール史において最も顕著な活躍をした選手として知られる。1988年から2008年までチャイニーズ台北代表としてアジア選手権10回出場した。歴代最年少となる15歳でナショナルチーム入り。 1993年ユニバーシアードでは、香港戦にで84得点を記録し、117から35で勝利。1999年、本場、オーランドミラクルのトライアウトに挑戦するも、最終ロースター入りならず、2002年、台湾人として、初めて、中国女子、バスケットボールリーグ入りを果たし、5シーズンプレーした。国内リーグの女子長級、愛玉、 つらね祭で引退。北京オリンピック世界最終予選には、チャイニーズ台北最年長の37歳で出場し、平均20得点を記録した。現役時代の1996年に、マンドポップ歌手として、アルバムをリリースし、引退後の2012年には、女優として、宝よねあたかあたかに出演した。同年、立法委員選挙、に北市選挙区に、 中国国民党から立候補したが、林しく薫に敗れた。ありがとうございます。